こんにちは。ヨガ講師のめぐみです。今日は朝にもぴったりな優しいフローヨガのプラクティスをお届けします。今回は後屈系のポーズもいくつか入っていくので、背中を刺激して後ろ姿をね、綺麗に整えるのにも役立つ内容です。そしてその結果、胸が広がって呼吸もしやすくなっていきます。中盤は少しスタンディングでアクティブに動いていくパートもあるので、普段運動しない方はちょっと汗ばむかなっていう感じもあると思いますが、運動不足解消にもなると思います。ぜひ自分のペースで楽しんでやってみてください。それではうつ伏せになっていきましょう。今日はね、うつ伏せから始めていきます。両手を重ねて、おでこを手の上に置いて、両足は腰幅か、少し広めでもいいです。うつ伏せのシャバーサナ。体の力を抜いて、お肩や頭も楽に。そしてゆったり自然な呼吸を体に広げていきます。腰やお尻、両足も力を抜いて、吐く息で全身重く、マットの方に沈んでいきます。吸う息で背中が広がって、吐く息でしぼんで、今の体の感覚、そして心の状態、味わっていきます。そしたら、ゆっくりと両膝を曲げて、足をパタンパタンと左右に揺らしていきましょう。優しく腰や股関節、動きを入れて。ここから最初のポーズ、スフィンクスに移っていきます。もう一度両足をマットに下ろしたら、前腕をマットについて体を起こしていきましょう。肘が肩の下、そして両手でマットをして胸を正面に見せるように、優しく体を反らせていきます。しっかり肩広げていきましょう。そしてすくまないように、吸う息で背骨を長く、吐く息で骨盤を重く、もう一つマットの方に沈んでいく。ここから頭をゴロンと下に倒して、首をほぐしていきます。頭をゴロンゴロンと左右に揺らしていきましょう。ボールのように。真ん中に戻ったら、吸う息で体を起こして背骨を長く、吐く息で右を振り返って肩越しに右足を見ていきます。ツイストが入ります。吸って真ん中に戻って、吐いて左へ、少し右の肩内に入ってきます。吸って真ん中、もう一度吐いて右へ、吸って真ん中、ラスト吐いて左へ、真ん中に戻ったら体を下ろして一度うつ伏せに戻っていきます。ここから両手を前に伸ばしていきましょう。両手が肩幅、両足腰幅、
また呼吸に合わせて動きます。吸い切って右手と左足、そして頭を持ち上げてきます。吐いて下ろして、今度吸って左手と右足アップ、吐いて下ろして、ご自分の呼吸に合わせて続けていきましょう。優しく背中を刺激していきます。焦らなくていいので、吸う息吐く息ゆったり丁寧に。もうワンセット。次に左手と右足上げ終わったら、両手両足いっぺんに上がっていきます。今までで一番高くふわっと降りて、 OK。 そしたら両手を胸の横についてチャイルドポーズ、四つん這いを通って軽く膝を開いて親指揃えます。お尻がかかとの上、おでこと肘がマット。今刺激した腰や背中を一度緩めていきましょう。左右にブラブラっと揺れてもいいです。じゃあここから四つん這いに移っていきます。両手が肩幅、両膝腰幅。じゃあお尻で円を描くように優しく腰や股関節動かしていきましょう。ここから体を後ろに引いて腰や背中を大きく伸ばしたり、前に移動して体の前面を伸ばしたり、全身で円を描いていきます。つまりやこわばりを取り除くように、朝の体に気持ちよくスペースを広げていきましょう。切りのいいとこで反対回し、じゃあだんだん円を小さくしながら最初のヒップロールに戻っていきます。四つん這いで空中にお尻で円を描いていく。真ん中に戻って四つん這い、一度手足の位置を整えて両手が肩幅、両膝腰幅です。じゃあここで、つま先を立てて吸う息で背骨を長く、吐く息で背中を丸めていきます。手足でマットをして、視線が足の間、吸って体を反らせて、吐いて丸まって、呼吸に合わせて優しく体を反らせたり丸めたり。しっかり一つ一つの動きを強調していきましょう。吐く息、丸め切ったところで少しホールドするような感じ、一瞬だけ、そして反らせ切ったところでまた一瞬だけホールドするような感じで、こう流さずに反らせる動きと丸める動きをしっかり強調していきます。あともうワンセット。次に背中を丸め終えたら一度四つん這いに戻って、ここから右足を後ろに伸ばしていきましょう。ぐーっとかかとを蹴り出して背骨前に長く、右の足裏大きく伸ばしていく。体をくるっと右に向けて、右の足裏が床、右手が天井、優しいサイドプランク、軽くおへそを背骨の方に引き込みます。吐く息で右手を顔の横に伸ばしていく。手足遠く、そして視線が天井の方、
この胸や肩もね、広がってきます。吐いて右手を下ろして、このまま右足を右手の内側に踏み込んでローランジのポジションです。左の膝一歩後ろに移動して、両手カップハンズ、骨盤を沈めて胸を引き上げるように、左の前もも伸びていきます。ここから吐く息でお尻を引いてハーフスプリット、右の膝を伸ばしてつま先が天井、体を右足の方に近づけます。呼吸に合わせてあと2回、吸って前に戻って骨盤沈めて胸が上、吐いてハーフスプリット、もう一度吸って前、この股関節周辺可動域を広げていく、吐いてハーフスプリット、この場でもう一呼吸、吐いてもう一つ体を右足の方に沈めていく。じゃあ右足をマットに戻して、今度右足を右手の外側に移動します。少し膝とつま先を外に向けて一時の方向、骨盤沈めて胸を引き上げて、吐いてハーフスプリット、右の膝を伸ばしてつま先が天井、少しさっきと感覚が違うかもしれません。吸って前に戻って骨盤沈めて胸が上、吐いてハーフスプリット、ラスト1回。OK、そしたら右の足を床に戻して両手がマット、ここから右足を後ろに振り上げます。こうつま先が天井、タイガーポーズ、両手でマットをして、こう体を反らせるように胸が前、OK、足を下ろしてチャイルドポーズ、一度腰や背中を緩めていきましょう。そしたら四つん這いに戻っていきます。両手が肩幅、両膝腰幅、反対側をやっていきます。左足を後ろに伸ばしてつま先が床、かかとをぐーっと蹴り出して背骨長く、左の足裏伸びを感じていきます。ここから体をくるっと左に向けて、左の足裏が床、左手が天井、軽くおへそを背骨に引き込む、吐いて左手が顔の横、体側大きく広がります。視線が天井、吐いて左手をマットに下ろして、左足が左手の内側、ローランジのポジションです。右の膝一歩後ろに引いて、両手カップハンズ、骨盤沈めて胸が上、この右足のこの付け根、ももの前側伸びていきます。吐いてお尻を引いて、左のつま先が天井、かかとでグッとマットを押す。吸って前に戻って、骨盤沈めて胸が上。吐いてお尻を引いてハーフスプリット。もう一度、吸って前。吐いて後ろ。この場でもう一呼吸。吐いてもう一つ上半身を左足に近づけていく。OK、そしたら前に戻ったら、今度は左足を左手の外側、膝とつま先をやや外に向けていく。吸う息で胸を引き上げて、吐いてお尻を引いて、左の膝を伸ばしてつま先が天井。あと2回、ご自分の呼吸に合わせて。体の感覚を味わいながら、OK、そしたら両手をマットに戻して、ここから左足を振り上げてタイガーポーズ、つま先が天井、胸を引き上げて、吐いて足を下ろしてチャイルドポーズ、一度腰や背中を緩めていきましょう。体を左右にブランブランと揺らしたり、必要な動き加えてもいいです。
じゃあここから両手を前に伸ばして手の指を大きく開いてダウンドッグに移っていきましょう。お尻を持ち上げてダウンドッグ。じゃあここで足踏みをしたり、お尻を揺らしたり、頭を揺らしたり、また必要な動きを加えて体をこの場所になじませていきます。一度両膝深く曲げたつま先立ちのダウンドッグ。手でマットをして背骨を長く、ぐーっと胸と膝が最大限に近づきます。吐く息でかかとを真下に下ろしていく。で、少し後頭部で宙を押すようなイメージで頭下がりすぎないようにしていきましょう。背骨の延長線上です。視線前方を見て両手の間まで歩いていきます。両足腰幅、つま先平行、ダングリング。肘を抱えて上半身だらんと脱力。ブラブラと左右に揺れてもいいです。頭を揺らしたり、肩を揺らしたり、クレンジングブレスをしたり、真ん中に戻ったら両手をほどいてロールアップで起き上がっていきましょう。背骨一つずつ積み重ねるように。じゃあマットの前方で両足を揃えて立っていきます。親指を揃えて少しかかとを離して両手が体側。吸い気で両手を回し上げて頭上で合掌。吐いて前屈、大きくダイブ。膝を曲げて手のひらマット。吸って前に伸びてルックアップ。吐いて前屈、頭頂を真下に向けて一度起き上がります。吸って両手回し上げて頭上で合掌。吐いて両手胸の前に下ろします。吸って両手回し上げて頭上で合掌。吐いて前屈、膝を曲げて手のひらマット。吸って前に伸びて、吐いて前屈、両手がマット。足を引いてプランク。両足腰幅、吸って前に伸びて、吐いて膝、胸、顎がマット。お尻は浮いたまま、吸ってコブラ。吐いてダウンドッグ。次の吸い気で右足を振り上げて、吐いて膝を曲げて右腕の下から天井を見上げます。なるべく左の膝を伸ばしていく。ここからウォリアー1に入ります。右足が右手の内側、左足ついたらつま先45度外側、両足は腰幅です。右の膝を踏み込んで両手が頭上、ウォリアー1。なるべく骨盤、おへそを正面に整えていきます。鼻から吸って、吐いてカクタスアーム、肘が90度。吸ってアップ、吐いて手の指を大きく開く。もう一度吸って伸びて、吐いてカクタスアーム。両手頭上に戻ります、ウォリアー1。もう一つ右膝踏み込んでいく。ここから左のかかと持ち上げてハイランジに移ります。真後ろに蹴り出す。右の膝深く曲げて、吐いて両手がマット。右足を振り上げてワンレッグドッグ、大きく伸びて右足を右手の内側に踏み込みます。ここからウォリアー2。体をくるっと左に向けて、右のかかとと左の土踏まずが一直線。右膝を踏み込んで両手を左右に大きく開いていく。胸の中心にスペースを感じていきます。右手を返してリバース。少しホールドします。視線が天井。右の体側大きく開いていく。ここから右の膝を伸ばしてトライアングルに入ります。体を右足の方に倒して、右手がすね、左手が天井。見えない壁に体を預けるようにして、しっかり骨盤、胸、正面を向いている状態。
じゃあここから左手バインドしていきましょう。背中に回して右足に引っ掛けます。これでまた胸肩広がります。バランス保ちながら視線右足の方見ていきます。しっかり左の肩開いたまま、OK、左手天井の方に戻ります。最初のポジション、右の膝緩めて両手マット正面に戻ります。右足引いてプランク、膝胸あごマット、吸ってコブラ、吐いてダウンドッグ。反対側に入っていきましょう。吸って左足を振り上げて、吐いて膝を曲げて、左腕の下から天井を見ます。左足左手の内側ウォリアー1、右のつま先45度外側、左の膝を踏み込んで両手が頭上、左右の骨盤の位置を揃えていく。鼻から吸って吐いてカクタスアーム、胸を開きます。吸って伸びて吐いて手伸びも大きく開く。ラスト1回、両手が頭上ウォリアー1。ここからハイランジです。右のかかと持ち上げて真後ろに蹴り出す。両足は腰幅、吐いて両手がマット、左足を振り上げてワンレッグドッグ、大きく伸びて、ここから左足左手の内側ウォリアー2です。体を右に向けて左のかかとと右の土踏まずが一直線、左膝を踏み込んで両手を大きく開く。視線が左手の方、左手返してリバース、視線が天井。じゃあここから左の膝を伸ばしてトライアングルです。体を左足の方に倒して左手がすね、右手が天井、視線も天井。ここから丁寧に右手を背中に回してバインド、左足に引っ掛けます。頭を下に向けて左足の方を見ていく。で、右の肩少し後ろに引くようにして開いていきます。右手天井の方に戻ります。最初のポジション、左膝緩めて両手マット、左足引いてプランク、膝胸あごマット、吸ってコブラ、吐いてダウンドッグ。ここで3呼吸、少しずつね、体に熱を生み出していきましょう。前前方を見て歩くかジャンプで前に、吸って前に伸びてルックアップ、吐いて前屈、吸って起き上がります。頭上で合掌、吐いて両手胸の前に下ろします。続けていきます。吸って頭上で合掌、吐いて前屈、膝を曲げて手のひらマット、吸ってルックアップ、吐いて前屈、歩くかジャンプでプランク、膝胸あごかチャトランガ、吸ってコブラかアップドッグ、吐いてダウンドッグ。じゃあ次の吸い気で右足を振り上げて、吐いて膝を曲げて右腕の下から天井を見ます。大きく股関節を開いていく。右足右手の内側に踏み込んで、もう一度ウォリアー1に入っていきます。左のつま先45度外側、右の膝を踏み込んで両手が頭上で、今回はただのトランジション。ここからハイランジ、左のかかとを持ち上げて真後ろに蹴り出して、両足腰幅。ではここからワシのポーズの腕を作ります。右手が上左手が下、
手の甲か手のひら合わせてぐっと腕を締め合う。もし難しかったら合掌でもいいです。ここから吸う息で肘を持ち上げて自然と体が反ってきます。吐いて肘を下げて背中を丸めていく。あと2回ご自分のペースで吸ってアップ、吐いてダウン。あともう1回OK。 真ん中に戻ったら両手をほどいて背中で組んでいきます。肩甲骨寄せて胸肩を大きく開いていく。ぐーっとハートを前に押し出すように。じゃあここから重心を右足に乗せて左の足を持ち上げてエアプレーンのアレンジ。左足を後ろに伸ばしてぐーっと拳を後ろに引っ張って胸が前、片足のバランスのポーズですね。OK、 左足を右足に揃えて膝を曲げて、ここからチェアポーズ、両手が頭上、お尻を下げて胸が前、吐いて前屈、両手がマット、吸って前に伸びてルックアップ、吐いて前屈、一度起き上がります。吸って両手回し上げて頭上で合掌、吐いて両手胸の前に下ろしていく。続けていきます。吸って頭上で合掌、吐いて前屈、大きくダイブ、吸ってルックアップ、吐いて前屈、歩くかジャンプでプランク、膝胸あごかチャトランガ、吸ってコブラかアップドッグ、吐いてダウンドッグ。次の吸う息で左足を振り上げて、吐いて膝を曲げて左腕の下から天井を見ます。ここからウォリアー1、左足左手の内側、右のつま先45度外側、両手が頭上、左膝を踏み込んで、ここからハイランジです。右のかかと後ろに蹴り出す。しっかり下半身力強く、じゃあ左手が上、右手が下、イーグルアーム、わしのポーズの腕を作ります。腕を締め合って肩を引き下げて、じゃあ両足このまま力強く、吸って肘を上げて軽く体を反らせていく、吐いて肘を下げて丸めていく。あと2セット、ご自分のペースで。じゃあ真ん中に戻ったら両手をほどいて背中で組んでいきます。さっきと逆の組み方、肩甲骨寄せて拳を下に引っ張るように胸を大きく開いていく。じゃあ重心を左足に移動して右足ポンと持ち上げてエアプレーン、しっかり左の母子球マットをして拳を後ろに引っ張って胸を開いていく。胸が前です。右足を左足に揃えてチェアポーズ、膝を曲げてお尻を下げて両手が頭上、吐いて両手マット、吸って一度前に伸びます。ルックアップ、背骨を長く、吐いて前屈、吸って両手回し上げて頭上で合掌、吐いて両手胸の前に下ろしていく。最後のフローです。吸って両手回し上げて頭上で合掌、吐いて前屈、呼吸を整えるように、吸って伸びて、吐いて前屈、足を引いてプランク、膝胸あごマット、吸ってコブラ、吐いてダウンドッグ。最後のダウンドッグです。必要だったら足踏みをしたりお尻を揺らしたり動きを入れていきましょう。次の吐く息で膝をついて四つん這い、足の甲を寝かせたら両手を前に歩かせて顎かおでこがマット、
一度体の前面を大きく広げていきます。肩周りふわっと柔らかく、体を前にスライドしてうつ伏せになっていきましょう。ここから今日最後の後屈のポーズです。両足腰幅、両手を体側に伸ばして、ここから膝を曲げていきます。そして両手で足の甲を取っていきましょう。少し肩を後ろに回して、ここから弓のポーズ、足で手を蹴って体を反らせていきます。ぐっと肩甲骨内に寄せて、胸肩広がります。膝を蹴り上げるように、あと3呼吸。手足をほどいて、ゆっくりうつ伏せに戻ります。一度両手を重ねて、おでこが手の上、全身脱力。自然な呼吸の広がりを感じていきます。自分のペースで両手を胸の横について、チャイルドポーズに移っていきましょう。一度腰や背中を優しくストレッチ。まだチャイルドポーズにとどまっていたい人は、少し長めにとどまっていても構いません。私と一緒に起き上がる人は、ゆっくりと体を起こして、そしてあぐらや正座、好きな座り方で座っていきましょう。両手をももの上に置いて、そっとまぶたを閉じて、今の自然と広がる呼吸と静かな心の状態、感じていきます。両手を胸の前で合わせて、それではこれで今日のプラクティスを終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。今ね、すっきりと呼吸が広がってる、体に整っているかなと思います。で、結構背中を刺激していったので、このね、肩甲骨の間に褐色脂肪細胞っていう、この脂肪燃焼に役立つ細胞たちがいるので、汗ばんでるっていう人も多いかもしれません。今代謝が上がったいい状態なので、この状態で今日もこの後元気にお過ごしください。それではまた次のプラクティスでお会いしましょう。バイバーイ。